FM 沖縄から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。8月22日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございますよ。はい、もうね、旧盆が来てしまいますね。もう県内各地いろいろね、渋滞してたり、お店がね、なんかバタバタしてたり、なんかお盆近づいてきたな感が、強くなってきてますけどね。まあそんな中ね、これはまたね、進めながら話していきましょう。旧盆だけどFC 琉球があるというね今週の土曜日はい、じゃあ進めていきましょう。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイルエフラボ整骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボアサルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もですね、 AC クレアのヨヘナさんに来ていただいています。どうもこんばんは。こんばんは。あれ、ヨヘナさんの声じゃないのか今の。バーサルチすいません、こんばんは、よろしくお願いしますよろしくお願いします僕の声ですはいはい、ですね、今日もね、沖縄県のサッカー情報いろいろお話ししていきたいなと思いますよ。はい、お願いします。はいはい、まずはですね、番組冒頭でもちょっとお話ししましたが、はいはい、もうね、はい、ウークイなんだけど、はいはい、今週の土曜日ね、8月25日土曜日、J3 が再開いたしますよ。はい、はい、ですね、ケンソタピックヒアゴンスタジアムだったっけそうです、名前がね、変わってね、はい、ケンソから変わりましたので、8月25日今週の土曜日ね、18時キックで J3 がまた中断期間を終えてね、はい、再開しますので、今 FC 琉球がね、今1位ですのでね。そうですね、試合がないんで変わってないです。そうそうそう、ずっと、ああ幸せだったないや、まだ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 ね、半分を終えてちょっと折り返しからね、はい、半分来たぐらいなのでね。そうですね、まだまだ本当に長い道のりなんですけど、ぜひね、この1位をね、終始キープして首位争いというかな、はい、もうぶっちぎってほしいのがね、本音ではあるんですけどね。この中断期間中にね、この1ヶ月っていう期間をね、そうですね、どのように過ごすかによって、後半戦がね、はい、まあ巻き替え、さらに伸びていくのか、もしくは苦しんでいくのか、ちょっとね、J リーグもね、ワールドカップの中断期間明けでだいぶチームもね、変わってきてるチームももちろんありますし、この本当に補強もね、はい、本当に積極的に、もちろんね、イニエスタももちろんそうなんだけど、はい、よりすぐりではないんだけど、 J2 からね、はい、やっぱりいい選手を J1 のチームがこの補強として見込んで引き抜いてるっていうことが多かったので、はい、今回ね、この J2 からしたらとってもね、痛い部分であると思う、うん、主力がね、がっつり抜かれるので、はい、厳しい部分であるんだけど、まあそれはそれでまた面白い形にね、そうですね、なるのかなと思う、はい、もうあれよね、中断期間を終えてからがっつり勝ってるグランパスなんて、名古屋すごいですね。もう主力が5名変わってますからね。もう先発メンバーがね、移籍組っていう。6名かな。そうですね、もう半数以上はもう変わってるので、ね、びっくりよね本当に。あんなにまあね、まあ、トヨタですしねお金あるしね、まあ、そういう問題じゃないんだけど、いや風間監督のサッカーが、うん、浸透してきたって言っても一石組ですからね。ねえ、だからもう本当にあ、ここはこの人、ここはあの人みたいなね、こうパーツ埋め込んでガッツリドーンってやったバーンみたいな、うまくハマってるっていうのが本音でしょうね。いやでも本当にもう残留争いしてる5チームの中で唯一結果がいるのは名古屋だけですから。そうですね、はい、本当に今もう最下位じゃないしね。じゃないです、もう、はい、あ、ごめん、話が飛んだけど、琉球のね、本当に中断期間明けもいい形でね、はい、帰って
来たらなと本当に思いますし、ただ大きな事件という事件って言ったらおかしいな、カルボンが、はい、契約解除になったので、うん、まあ、はい、うまくね、プレーできなかったとか、もう実行くの応援してますっていう風にね、はい、コメント出てはいたんですけど、まあ引き抜かれてはいませんので、どうなのかな、またね補強ももちろんね今はないので、はい、どんなかなとは思うんですけど、はい、本当にねこの調子をちょっと続けていただいて、もちろん、頑張ってほしいな、 J2 見たいな、J2 の景色見たいな、頑張ってくれるでしょう、ね、はい、応援しましょう、はい、もう一度言いましょうね、今週の土曜日8月25日ウークイですが、はい、J3 ありますよ、はい、県総の方でね18時午後6時キックオフですので、ぜひ皆さんタイミングを合わせてウークイする前にねダメか、一応ね怒られるか、まあね、タイミングが合う方はぜひよろしくお願いいたします、はい、あとですね、先週の日曜日に、久々ですが、こちらもね、久々なんですけど、九州リーグの試合がありまして、海洋銀行サッカークラブの試合がありましたが、はい、残念ながらね、もう接戦をだったんですけど、2対1で、はいはい、負けていましたよ、この試合はね、何か災害じゃなかったかな、何だったかな、この1試合ちょっと止まってた試合の振り返りみたいな感じの、はい、この海洋銀行サッカークラブの試合しかなかったので、はい、あと9月10何日かから九州リーグのね、はい、もうまた再開しますので、この辺のね結果、また沖縄 S1 も含めて、はい、試合結果もいろいろお話ししていきたいなと思いますよ、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いいたします、はい、あとですね、先週ちょっとお話ししました J 沖縄杯、沖縄県女子サッカー夏季選手権大会ですが、はい、1回戦2回戦が行われまして、ですね、今度のじゃないか、来週の土曜日かな、9月1日土曜日に決勝戦がありますよ、はい、ここでですね決勝に残ったこの高校の女子チームと、はい、またクラブチームのね、女子のサッカークラブのチームが、トーナメントに出ての大会だったんですけど、はい、もうぶっちぎりでね三郷高校と、はい、小田高校の決勝戦となっております、はい、三郷に関してはさ、最初の試合が確か20対0とかあんな感じだったので、まあ、女子のサッカーまだこんな感じのゲームまだあるんだなっていうものを含めながらではあるんですけど、はい、社会人のね龍鳳クラブだったりも小座高校にね、はい、負けてたりしましたので、はい、まあ女子もね、まあ、男子もなんですけど、はい、高校の部でねまだ九州でもちょっとね結果が残せていない部分もありますし、どうかなと思う部分もあるんですけどね、この辺はねまた、この両チームにね、はい、沖縄県もって引っ張ってもらってね、はい、そうですね、応援していきたいなと思いますのでね、はい、こちらの決勝戦もう一度言いますねあ、すいません、決勝戦が9月1日土曜日の、これはねキングフットボールセンターにてありますので、皆さんぜひタイミング合わせて応援の方よろしくお願いいたします、はい、もう一つ女子の方、はい、先週行われてました第15回九州女子フットサル、沖縄県予選、はい、はい、僕のねやっぱりダメだな、このフットサル情報をね、はい、俺があまり拾いきれてない同じくことなんですけどもすいません、本当にね、すいませんね、本当にいろいろ調べていかないとなと思ったんですけど、もう俺がちょっと軽はずみにさ、はい、女子の方もまた南クラブがね中心になって、はい、優勝争いしていくんじゃないかと言っちゃったら、はい、言っちゃったら、はい、今回優勝したのはレアル069、これレアルオロクって読むのかな、が優勝、はい、準優勝が、ユニティ宮古っていう両チームがね、はい、決勝戦って見事レアル、はい、オロクでいいのかな、ごめんね、もう本当に間違えてたら本当にすいません、レアル069の皆さんが優勝しております、うん、レアルの皆さんおめでとうございます、おめでとうございます、これでねまた九州大会にね、はい、派遣が決まってますので、ね、新たなね、うん、このチームが出てきたということはとてもとてもいいことだと思いますのでね、はい、また九州大会の結果だったりもねちょっと情報を集めて、皆さんにねまたお伝えできたらなと思いますので、皆さんもぜひ注目してください、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、ここでちょっとコメントを一つ、野内一郎さんから、こんばんは、今夜も来ましたよ、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、甲子園、
金足のね大フィーバーでしたねって、沖縄水産思い出したうちなんちは多いはず。うん、そうですね、そういうのを聞くと、はい、あそっか、だからちょっとなんかあの身近に感じるチームだったのかなっていう感じはやっぱありますね、はい、あそっかそっか。でもいろんなねメディアだったり、桑田さんも言ってましたけど、吉田投手でしたっけ、はい、投げすぎよ県大会からね投げすぎ、ずっとね、はい、投げっぱなし、やっぱりちょっと怖いなっていうのもありますし、いや本当に800、900球近くですよね。そうですね、本当にちょっといや恐ろしいよね本当に、なんとも言えないですな、あのあれがね、ちょっと興行目的になってしまってるので、やっぱあもう夏休みにやるんだから、もう本当にさ、もうなんか2日ぐらいをさ、ちょっと置いてあげられるような大会にしてあげられればね、はい、まあ、難しいところではあるけどさ、そうですね、まあまあ、この辺はね、あんだけ盛り上がる大会なんだから、はい、子供たちというか高校生球児もね大切にできたらなと、うん、もう本当にまあ甲子園大事で絶対大事なんだけど、はい、なんだろう、京セラドームでやりましょうっていうのもあったから、はい、炎天下を避けてさ、 あれも一つの案だなっても思うし、まあ難しい部分もありますけどね。そうですね、ごめんごめん、野球に飛んで、はい、はい、あとシュプリームさんからも、こんばんは、トイレで決まってたら遅刻しました、はい大丈夫です、ありがとうございます、ありがとうございます決まってたんだね、想像してしまうじゃないですかでもう一つ、シュプリームさんから、小さいゲストさん可愛すぎ、いやかわいいってよ、かわいいってよ、男の子なんだけどさ、いいな、いいな、もうリタジーしてるけどあ、やばいやばい、相変わらずちょっと時間配分ができていないので、この辺で一旦 CM に行きたいと思いますよ、はい、いつもよ、もうね、失敗するから、はい、今日ぐらいは、はい、じゃあ CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキ、ポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院、新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備、オープンキッチンでカウンター席もございます。大蛇の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチはいはい、後半もですね、沖縄県のサッカー情報をお話ししていきながら進めていきたいなと思いますよ。はい、はい、ですね、まずどれから喋ろうかなあ、ごめんなさい、メールね、相変わらず俺メール読まないからさ読まないって言っちゃった読めなかったのでメールをねちょっと読みたいと思いますよ、はい、これは誰からになるのかな、ちょっと待ってくださいよ、博多の男さん、あ、どうもありがとうございます、ありがとうございます、誰だいやいつも楽しく聞いてて初めてメッセージ送ります、あーもうすいません、もう本当にありがとうございます先ほども言いましたが、メール探しきれなくなって事故が多々あります、すいません、よろしくお願いします、テレ東系でフットブレインという番組があり、先週 FC 琉球の、倉林社長が出演してましたよって、はいはい、いいですね、どういう形であれこういったね、ものでいろんな露出が増えてさ、注目が浴びてくれるっていうのは、絶対的に還元されるものだと思いますのでね、はい、FC 琉球ちょっといろいろね、はい、皆さんが覚えてくれたらなと思いますけどね、 FC 琉球のこの、ベンガラ色、はい、この、ま、なんだろう、クリームゾーンレッドとか、うん、レンガ色とかいろいろありますけどね、はい、神戸の色よりも鹿島のその赤色よりもね、はい、琉球のこのベンガラ色がね有名にならないかな、なってほしいな、あー、ね、ブルーといえばエスパーっていう時代が来るかな、来てほしいな、来ますよ、はい、大丈夫です、もうはい、すいません、ですね、あと、はい、こちらも喋っておきましょう、沖縄県出身のね J リーガー情報なんですが、はい、ですね、今日も試合がね、
今日は天皇杯か、はい、行われてまして、実はですね川崎フロンターレ所属背番号20番の知念選手、今日ね試合がありまして、湘南ベルマーレとの対戦だったんですが、天皇杯の4回戦ね、はい、先発フル出場してまして、今日ね、はいはい、後半42分にダメ押しの3点目を決めておりますよ、はい、おめでとうございます、やりました、久々のゴールです、はい、うん、まあリーグ戦でも ね、 そうですね、出場機会が少なくなってきているので、これを機にね、うん、ちょっとドカーンとまた行ってもらえたらなと思いますので、ね、いや層が厚いんでね、やっぱりね、ね、結果を出し続ける、もう出るために結果を出し続けるしかないんじゃないですか、大久保選手が、まあ、ジュビロに、ね、移籍して、はい、大久保選手も頑張ってはいますのでね、まあ、はい、得点決めてたしね、先週かな、ね、はいはい、やっぱりそれでもさね、もちろん小林選手もいて斉藤学選手もいてね、その中でうん、難しいよね、阿部選手もいますよ、そうだね熱すぎよ本当に、もうまあその中でね、後半ロスタイムだとしても、はい、出場してますし、はい、うん、こういった形で点も絡んできてますのでね、いやもうレベルの高いチームにいるっていうことはすごく成長することじゃないですか、そうですよね、本当に、うん、はい、応援していきたいなと思いますよ皆さん、はい、ぜひねよろしくお願いいたします、はい、ですね、あと先週行われました J リーグの方も田口選手はね相変わらずの先発でフル出場してましたよ、で、ね、で J2 の方に行きますと、まあ、試合今日ね同じように天皇杯がありまして、 J2 から参加しているチームもね、残り少なくなってきてるんですが、うん、ファジアの岡山所属、背番号20番赤嶺選手の、ね、はい、所属の岡山は今日、はい、あ今日はごめんなさい、あれだ、この岡山の試合は J2 なんだね、 J2 ですよ、リーグ戦です、はい、はい、赤嶺選手も今日出場しておりましたよ、はい、後半40分からの出場でしたが、なかなかね前節の土曜日の試合も後半途中からの試合だったので、はい、うん、夏男ぶりをねちょっとまだ発揮できていないのでね、はい、赤嶺選手のね活躍もちょっと期待したいなと思いますよ、はい、はい、あと前節で言いますと、蒲田マーレ讃岐の背番号9番ガナン選手、あと松本山が所属の背番号18番東馬選手はともにベンチ入りしてましたが出場はなし、はい、はい、あとねここは声を大にして言いたい、はい、ロアッソ熊本所属の背番号20番、ね、上里選手先発出場から後半25分になんとゴールを決めております、やりましたね、やりましたよ、おめでとうございます、ヘディングでしたね、珍しくね、あの位置にいるっていうのも面白いし、もう今まであんまり見たことない、俺の記憶にもそんなにないのさ、あのヘディング、いやもう田口選手の影響受けたんじゃないですか田口選手ボランチから上がっていったヘディングショットよく決めますんで、はい、そうね、田口のイメージはやっぱありますね、そうですね、はい、やっぱ嬉しいですね、はい、熊本はさこの1点後半25分に決めた1点で、はい、まあ、すぐもう交代してるわけ、26分に宇津選手もすぐ交代して、はい、この1点をね守りきって、勝利してますのでね、本当に久しぶりの勝利ですもんね、ちょっとね嬉しいですよ本当に、はい、今後もねいろいろ、はい、はい、いろんなことをお伝えしていきたいなと思いますので、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いいたしますよ、はい、残りのねちょっと J リーガーの皆さんがなかなか J2 か、そうですね、結果が出ていないので ね、まあ、ないですかね、まだまだちょっと続きますので、はい、はい、注目をしていきながらまたね皆さんにもいろいろお話ししていけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、読む前に笑ってしまったやつだ、メールが、もう一つ、これはですね、ラオニゴさんこれ、はい、ですね、小浜さんスタッフの皆さんこんばんなし、早速ですが小浜さん本田圭佑さんの声真似をやってください、お願いします、あちょっと、はい、番組途中でできたらやろうな分からんやつさ、誰か呼ぶ、あできるできないもうはい、あやばいやばい、ですね、コメントがいくつか来て、ページをねちょっと違うページを開いてたので、はい、すいません、これは誰だ、じゅんさんこんばんはって来てますね、こんばんは、どうもこんばんは、僕の兄が宜野湾市に遊びに行くそうなのでラジオに飛び込んでやろうってかって笑ってました、いいよおいでおいでもう終わるよ、あと6分ぐらいしかないけど全然、はい、ウェルカムです、はい、はい、あと道内さんからブラウブリッツの、同郷になるね、はい、この準優勝したね高校なんですけど、この野球部の快進劇にね刺激を受けて我々もと興奮と、ね、感動を与えられるように、あとね日本一をというふうに
を狙える争えるチームにという、ね、誓いを立てるもね。なんだなんだ、あ、そっか、その前にスタジアムの問題など解決させることの方が ね、はい、先なんだよっていう風にねっていうツッコミがね来てたりするっていうことなので ね、はい、ライセンス取れてないですからね、俺的にはいいチームだなと思うんですけどね、はい、そっかそっか、まあそうだよね、この辺のちょっと難しい問題も多々出てきますからね、はい、本当に、もう一つコメント、危ないよまたね、あの他のメールと同じように俺もう飛ばすからよ、ごめんねこれはカズマサさんでいいですかね、あ、はい、カズマサーのザッサーの方か、これ業務連絡メール来てますよって、はい呼びました、はい、すいません、キャンキャンありがとう、ザッサーさん、ザッサーさんありがとうございます、ウエザス選手から来たのかなと思いましたね今ねカズマサって書いてあったからびっくりしましたまさかですいや来るかもしれないですね、いつかね、いつかね、はい、あ、来てくれる、来るかな来るじゃないですかね、はい頑張ろう、頑張りましょうJ3 がね、はい、やっぱりちょっとお話的には、再開しますので、はい、いろいろお話ししたいことではあるんですけど、なんだろう、このやっぱり注目度を浴びるのはさ J2 までがね、はい、やっぱり多くて、そうですね、はい、あのヤベッチ FC でも、うん、あのスポルトでも、スポルトじゃないか今あ、そうです、スポルトじゃないですね、はい、まあ、S1 だったりさ、はい、今ねメールでも来てました、なんだろう、 BS のサッカーの番組フットブレインかとかにしても、はいはい、J2 まではね映像付きでとか、そうですね、結果がよく流れるんですけど、 J3 はね結果だけがパッて出るのもすごいぐらいの感じなので、なかなかね見ないですね、はい、本当にここにさ、純生さんとかが来ていただいた時に、はい、やっぱりお話ししてたのもう本当に景色が変わるだろうし、はい、やっぱりそれだけでね注目度だけの問題ではなくね、はい、J2 に上がったことで J2 にいるいろんな選手も見れますし、はい、それに伴って琉球の方もねいい形で補強ができればね、そうですね、うーん、カテゴリーが上がるとねやっぱりそこに選手がね移籍先として選択肢に入りますからね、それはそれで絶対的にね、はい、いいと面白くなりますからね、はい、やっぱり先のことだけ見ててもさ、うん、ダメなんだけど、そうですね、見てるこっち側ね、すごい期待しちゃいますね、そうですね、はい、期待してしまいますのでね、いいと思います、楽しみにしていきたいなと思います、はい、では皆さんもぜひね、うとうとする前に、はい、した後でもいいのでぜひ、そうですね、はい、今週土曜日行われますね FC 琉球 J3 の方ね、ぜひ会場に足を運んでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、あとですね、ちょっとお話ししてないことが多々あったんですけど、これをちょっとこの時間ではなかなかお話できないので、はい、ね、さっきちょっと CM 中に米さんとも話してたんですけど、キッズのカテゴリーでね、そうそう、キッズのカテゴリーでね、はい、女子が、何プリテンあれ、那覇かプリテンって、なんかがプリンセス天日でしたっけ、あの略で、あ、そうなんだ、はい、いました、女子タッカーの天日賞の天日かみたいですね、あ、ごめんね、もうこんな、僕もあやふやな情報なんですけど、こんなグダグダですいません、でも全国大会で、ね、優勝されてたっていうことを、であと男子のどこでしたっけ、島尻選抜かなが、静岡の大会で ね、あの大会で優勝してたっていうのも、優勝してる、すごいですね、ジュニアのカテゴリー熱いっすね、なんかね、はい、中学校以降引き抜かれなきゃいいっすけどね、まあこれがね、大きな問題、本当にね、高校野球のカテゴリーを抜いて、もうサッカーがダントツらしいのでね、この引き抜かれる数、はい、各スポーツの ね、もう、だから、先週も話してましたけど、インターハイで優勝したね、はい、山梨学院でしたっけ、そうです、そっちの高校にもね、沖縄選手、4名、4、5名 ね、行ってて、まあ、九州とか、果実とかさ、長崎総合とかも見てても、沖縄の名前結構あるのさ、はい、いやでもいい選手がいるんですよ、沖縄には、ね、はい、それはやっぱり沖縄県でね、はい、盛り上げていけるようにしたいな、できたらいいな、指導者の皆さんのおかげですよねうん、本当にやっぱいろんな形でいろんな、色を出してくれる、ね、指導者もやっぱ米田さんも含めてさ、こういった形でサッカーが、はい、いろんな方向で動いてきてるのでね、そうですね、うん、俺が、うん、いや、小山さんもですね、おしゃべりしてるうちに、はいはい、いやー、いいけどな、こういった時代が本当に来ないかなと思いますけどね、楽しみにしていきましょう、はい、はい、
なんはいなんだなんだなんだってはい、すいません、今週もね、あだこだお話ししているうちにアディショナルタイムが残り1分を切ってしまいましたよ。もう今週もね、はい、多くの皆さんに聞いていただき本当にありがとうございました。もうちょっとねバタバタしながら進めてますが、ちょっとね9月にはね、まあざっくりとした大きなテーマみたいな感じをね、設けて、また皆さんとこのサッカーのお話をね進めていけたらなと思いますので、またよろしくお願いいたしますよ。はい、はい、じゃあ今週はこの辺で終わりたいと思います。あ、やばいやばい、時間がない。この番組はあなたの専属トレーナーになります、 F ラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バー、あれもう一回バガルチ各社の提供でお届けしました。今週も聞いてくれてありがとうございました。それではまた来週ごめんごめん そうなのよ、コウ君しかも途中でおしゃべりしてたのを拾いたくなって、あのちょっとマイクを絞ってしまった。好きにしたかしてるし。ああね。